アスコリピチェーノ県は、イタリア共和国マルケ州に属する県の一つ。県とは、アスコリピチェーノ。マルケ州で最も南に位置する県である。県域は東西に長く、東はアドリア海に面し、南にアブルッツォ州、西にラツヨ州及びウンブリア州と接する。隣接する県は、以下の通り。アスコリピチェーノ県外リアクず、アスコリピチェーノ県の地勢東は、 アドリア海に面し、西にはイタリア半島を縦断するアペニン山脈が連なっている。アスコリピチェの県域は中央アペニン山脈に属するシビッーニ山地と呼ばれる山海で、県域最高峰はペルージャ県との境界にあるベットオレ山である。県内の主要河川としてはトロント川があり、サンベネデットデルトロント付近でアドリア海に注ぐ。年に 県の北部がフェルモ県として分離した。2016年の地震では犠牲者の国葬が営まれた。アスコリピチェの県アスコリピチェの県には33のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2013年1月1日現在。県内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。 所属リーグは2018から19シーズン現在、むね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内和圏外、ありがとうございます。